今日はですね NF タイプですと、一応二等兵がここにいるのかなと思いつつ、SJ かなとも思いつつ、はい、紹介させていただくのは、Please Understand Me 2デビッド・カーシー博士、はいはい、私を理解してよですね、はい、いつになったらお前は俺のことを理解するんだよってはい、はい、僕の中の僕が叫んでる叫んでる、はいはい、NF タイプはですねアイデアリスト理想主義者となってます、はいはい、将来の世代はこんな人物が現実にこの地球を歩いていたことを信じるのが難しいでしょう。この感動的な言葉でアルバート・アインシュタインは20世紀で最も注目すべき人物の一人モハンダス・K・ガンディを称えました。ガンディのことですね、はい、ガンディはインドとその当時5億の人々をイギリス帝国の長い支配からほぼ一人で解放しましたと。そして軍隊を起こすことなく、銃を撃つこともなく、人質を取ることもなく、政治の職に就くことなく、その偉業を成し遂げましたと。どのようにしてこの小柄で穏やかな人物がこのような信じられないほどの業績を達成したのでしょうか。その答えはアイデアリストの性格を検討することで明らかになります、うん、ジョージ・ワシントンから150年後のことでしたが、ジョージ・ワシントンっていうのは SJ のところで出てきた人ですね、はい、ガンジーはイギリスの植民地支配を武力衝突で打倒することはできないと理解していたと。しかし当時ワシントンのような物流戦を戦うことがガンジーの関心事ではありませんでしたと、うん、軍事作戦を実施することはガンジーの性格には合わなかったのですと。ガンジーの興味は倫理的な問題にあり、外交の才能を持っていたため、彼は人道的で倫理的、さらには精神的な観点からイギリス植民地政府に抵抗しようとしました。ガンジーは確立された政治的及び経済的システムは高潔な原則に従ってのみ打倒できると信じていましたと。そのため何年にもわたり彼は非暴力の積極的な抵抗の形を開発しました。これを彼はサティアーグラハと呼びました。この方法だけで武装し、ガンジーは度重なる投獄や時折残酷な衝撃にも立ち向かい、ついには魂の力とジャーナリストのウィリアム・シラーが表現した道徳的権威の行使によってイギリスを屈服させましたと。サティヤーグラハ、サティヤーグラハとはガンジーがインド独立の理念として掲げた言葉で、真理の維持というものかな、これなんて読むんだろう、これ把握の把と持つって言うたから恥って読むのかな、恥、恥、しっかり持つことっていう言葉があるらしいんですけど、サティヤーグラハとは真理の恥、把握し堅持することの意味だと。サトヤ、サティヤが真理、アグラハが把握維持といった言葉であると。熱心なヒンドゥー教の教徒であったガンディ自身の言葉によれば、精神の力、愛の力による真理の勝利だと。女性に関してはちょっとだらしないところがあったらしいですけどまあそれは書いてないので置いておいて、はいはい、でガンジーの目標はインドの政治的自由でしたが、彼の社会運動にもかかわらず、彼自身と彼の国民のためにより高い目標を見失うことはなかったと。彼は理想主義者であり、彼の理想主義が彼を神への探求へと導きましたと。ガンジーは自伝の中で次のように書いています。神の真実と正義、人間の尊厳と誠実、真の知識、私たちの周りで起こることすべては不確かで一時的です。しかしその中に確実性として秘められた至上の存在があり、その確実性を垣間見ることができ、それに自分の人生を結びつけることができれば、それは幸福です。その真理を求めることこそが人生の最高の善です。やっぱりね、上位概念はあるんですよ、
ん？んじゃなくて、はい、あの最高の善っていうのはって思ってるだけの話ですもんね。続けます、はい、はい、確かに、はい、この地上の確実性の向こうにある確実性、はい、現実の幻想の背後にある真実に対する信念を持つ人は稀です。真実、誠実、正義、はい、美徳、はい、このような理念に熱心に取り組むガンジーのような人々を理想主義者と呼ぶことをためらう必要はありません、はい、1970年代半ばに私は、これは多分カーシーですね、はい、カーシーはアポロがこの理想主義者かっこマイヤーズの NF、はい、マイヤーズというのは、MBTI の作った人です、はい、の導き手であると書きました。ギリシャ神話ではゴールデンアポロ、アポロですね、はい、光の神であり、うん、太陽神とも呼ばれますが、うん、さらには言葉の象徴的な意味での光の神、真理や洞察の神、精神的な啓示や個人的な啓発の神として描かれることがより多かったですと、うん、彼はアポロのことですかね、預言者と啓示者でもあり、デルフォイの神託は古代世界中で聖なる恐れ多い預言の言葉でした。そして彼は癒し手でもあり、特に精神的な癒し手であり、彼の叙情的な言葉は彼の信者を浄化し、内面の調和を見つける方法を教えました。彼の光り輝く表面でのすぐ下には原始的で卑俗な要素が潜んでいるように見えましたが、ギリシャ人にとってアポロは全ての神々の中でも最も理想的な存在であり、野蛮な要素がほとんど残っていない美とポエム、詩の輝かしい姿でした。1980年代、カーシー博士はイルカを理想主義者の適切なトーテムな動物と考えるようになったと。なぜならイルカは最も協力的な動物の一つだからです。彼らは複雑な音声言語でコミュニケーションを取るだけでなく、密接な家族グループで生活し、一緒に遊び、一緒に狩りをし、病気や困難に直面している家族のメンバーを助け、背中やヒレで水面近くに支えて呼吸できるようにします。さらにはイルカは人間と関わりを持つことに本当に興味があるようです。人間と親しい関係を築き、研究者と自由に協力します。野生の状態でもイルカは船について多くの追跡をし、キールの周りを競争し潜水します。彼らは船を港に案内する一種の神秘的なガイダンスを提供すると信じられており、これはスコット・オデルの子供向け小説ブルードルフィンの島のようですと。イルカ大好き、はい、はい、イルカは幸運の動物です。カヌーの周りを泳いでいるのは嬉しかった。彼らが現れる前はとても孤独でしたが、今では友達がいるように感じました。青いイルカたちは夕暮れ前に私を去りました。彼らは来たように早く去り、西に向かっていきましたが、長い間太陽が彼らに輝いているように見えました。夜が降りてからも私は思考の中で彼らを見続け、それが私が寝転んで眠りたいと思っているのにパドリングを続ける理由でした。何よりも青いイルカたちが私を故郷に戻してくれたのです。多分これはブルードルフィンの島の中の一節なんですかね、はい、振り返ってみると第二次世界大戦の中にこれらの人々が、なる、もう一回言います、すみません、カーシー博士は多分戦争にも出てたんですけど、はい、うん、第二次世界大戦中にこれらの人々の中で誰かに出会った覚えはありません。少なくとも私にとっての戦争の年は恐ろしい時間に区切られた非常に退屈な日々で満ちていました、うん、周りの人々は彼らが話すことに非常に具体的で
彼らが行動することに関しては非常に実利的または規則的に従っているように見えた。私の周りの人々は高校時代と同様にアーティザンとガーディアンのように思えました、うん、要はもう周りは SPSJ、 SPSJ、はいはい、実際私が最初に出会ったアイデアリストはジュニアカレッジの同級生で戦後私が結婚した女の子だったと。当時私はほとんどの女の子に何と話すべきかわからなかった。しかし彼女とは何時間も話すことができました。それは驚きでした。本質的にナード、ナードっていうのはスポーツが苦手で社交にかける人、はい、多分アメリカの言葉ですね、うん、ナード、NERD。 カーシー博士はナードだったが、はい、他の少年たちが秘密を知っているか女の子と話す際に知っておかなければならない特別的なテクニックがあると思ってました、うん、しかし新しいクラスメートとの間ではテクニックが必要ありませんでした。あ、この女性に対してですかね、はい、私たちは互いに興味を持って話し努力や事前の考慮なしに完全に話をすることができたと。おそらく私たちがお互いに興味を持っていること、お互いに加えて抽象的なものに興味を持っていることが全ての違いを生み出し私たちの会話を楽しいものにしましたと。彼女と一緒にいるとカーシー博士は自分自身でいることができた、うん、他の人とはそれができなかった。この素晴らしい仲間意識は今も続いていますと、うんうん、NT の人と僕は仲良くできるんですね。できるんじゃないですか。よかったです。はい、なんか INTJ の人と、はい、いや違うな、これ多分 NF タイプ同士だろうな僕をいじってくるのは、はいはい、っていうのを読んだところに、うん、まだ僕がいるかどうかは分かんないです、はいはい、ではプラトーズアイデアリストというのが来るので、プラトンの考えるところのアイデアリストですかね、はいはい、プラトンはまさにアイデアリストの典型であり、彼自身がアイデアとごめんなさい、彼自身がアイデアが地球とその住民よりもさらに現実である哲学の創始者でした。彼自身がアイデアが地球とそれの住民よりもさらに現実である哲学の創始者でした。プラトンが自分自身のようなアイデアリストを指す言葉はノエティックで、おおよそ直感的思考と訳され、つまり論理的、これは論理的と書いてあります、うん、論理的または経験的な調査を頼らずに行われる純粋な思考を意味すると。あるいはデータに基づいてない思考っていうことですね、はいはい、この頭の中ってことじゃないですか。エビデンスとかじゃなくてなくて、はいはい、プラトンはこれらの感化力のあるアイデアリスト、他の誰でもないものを彼の理想的な共和国の哲学者な機能を果たす使命を担う哲学王として見ましたと。彼らの仕事は道徳的な原則と人生の完全な意味を占うことであり、それは少なくとも彼らの使命だったと。アリストテレス、プラトンの弟子ですね、はい、アリストテレスは幸福を実現可能な最高の善とし、一部の人々すなわち高度に洗練された活発な性格な人々は幸福をアルティザンの感覚的な快楽やガーディアンの所有権、ガーディアン SJ ですね、はい、先ほどのアルティザンは SP、 さらにはレーショナル、これ NT ですね、論理的な探求ではなく倫理学の研究、うん、NF は倫理学の研究だと、うん、と特定し、これが良い生活を理解し従って幸福につながると述べたと。したがってプラトンのアイデアリストはアリストテレスの視点では倫理的なアイデアリストとなりますと、うん、いや俺もっと SJ だよなって、所有権っていうふうに僕は今照れ隠しかもしれないです。いつもこうなんか正しいとか言うじゃないですか。なんかね、でもね、なんかこういうふうに死にたいとか、死への憧れは、はい、
男って結局、はい、かっこいい死に方をすることしかできないんですよ、女性と違って。これは残念ながら。ん？女性っていうのは、はい、まあ、こういうのって言っちゃダメなんですかね。要は、はい、子孫繁栄のシンボルじゃないですか、はい、女性は、はい、なので神様なんですよ日本では。はい、もう男はね、はい、もう死ぬしかないんですよ、守って死ぬしかないんです。はい、そういうのが NF っぽいじゃないですかっていう話です。金が金があって死にたくないみたいな、鉄を食えですよ、はい、って思いながらも、はい、何なんでしょうね。はい、はい、でもそういう気持ちは持ってたいですよね。持ってたいっていうのが NF っぽいんじゃないですかっていう。だし SJ はそれよりも生きていくことのが重要、はい、理想なんかも理想なんかより理想じゃ食っていけねえよみたいなそれちょっと SP が混じってますけどね。じゃあ SJ もそんな感じですよ多分。そのためにルールを守ろうなんですよ。ルールなんて、はい、草くらいなところもありますよね、そこはね。 SP はねなるほど、はい、でもかっこよくは死にたいですよね。かっこよく死にたいのは二の次ですよ、余裕があったら。武士も食わねどですよね、余裕があればねなるほど、はい、全くなくはないですけど、はい、まあいろいろ余裕があればですよ、楽しんだ後になるほど、はい、うーん、ただなんかみんながいいってする一つの善ってあるといいなって思いません？はい、あんまり思ったことはないです。そう、みんながいいとする善なんてむしろありますかって感じじゃないですか。ちっちゃあるとは言ってないですよ、はい、あったらいいなです。で本当はあるんだろうなって思ってるんです。そういうことは思わないです本当ですか？それが何か役に立ちますかって感じですもんね。あ、僕多分 NF と全く逆にいるんで立つから言ってるんですよどう立つんですか？幸せになるんですよそんなんなくても幸せになれるそこを幸せとしてないって感じですよね、 SP 的には。なるほど、はい、うーん